はい、埼玉支部の3353の前田光明です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、体はですね、基本的に、打撲とかも骨折とかもなくて、体は本当に大丈夫でした。ただ頭ですね、頭を強く打ったもんで、そこが一番大変だったんですけど、はい、まあ、言いづらい名前の怪我ですよね。初めての体感で、今までいくつも怪我をしてたんですけども、全く違う感覚で4ヶ月過ごした状態で、頭の中の怪我だったんで、頑張れば頑張っただけ治るっていうものではなかった感じですね、言葉で言うとね。それが、11月怪我しまして、1月の半ばぐらいに、言葉で言うと突然良くなった。何をきっかけか、っていうのはよく分かってないんですけど、突然自分の感覚がおかしな感覚だったものが、本当に以前の怪我する前の感覚にスッと戻る瞬間があって、でまたダメな状態になってっていう、その繰り返しがまた始まって、それで、だいぶ前の状態が、持続できるようになったもんで、復帰という形を取らせてもらいました。と思いますね。いろんな方に状態とか状況を教えてもらって、その時の記憶が全くないもんで、でそれをこういろいろとね考えてみると、相当やばかったんだなっていうのを自覚できる状態の情報が回ってくるんで、まあ、なるべくそういうことが起きないようにね、これからもという心構えで、復帰戦に挑んでるんですけども、はい、そうですね、感想で言うと、こんなに大変なんだなって思いましたね。レースって体を使ってるんだなっていうのを、感じました。はい、4ヶ月普通の生活をしてたものですから、ボートの生活、ボートのレーサーの体がまるっきりおそらく消えてたと思うんですよね。体は覚えてるんですけども、衝撃とか振動とかそういうものにまるっきり対応しきれない状態が、1レース目で感じられたんで、やはり何回かこう数をこなして、水面の上で体にもっと思い出させるようにしていけば、なんとか、いけそうな感じは、得られました。はい、まあ、そうですね、まあ、30年以上やってますからね、まあ、でもさ、やってますけど、だいぶ休んでますから現場には出てないんですけど、人よりはね、ただでも、いろんなやっぱ経験値があるもんで、頭で理解ができるっていう部分があって、それで対応していく準備ができるっていう部分は、少しは得ができますね。はい、今日の一走で、全くダメなのか、まあ、これからやっていけるのかっていう判断基準の一つに自分の中でも考えてましたんで、全くダメだったらね、やっぱりもう引退ということを本当に考えなきゃいけなかったんですけど、まだなんとかいけそうな感じがあるんで、その時斡旋されたところでね、精一杯の結果が出るように、準備もして、でレースに挑めるようなことを心がけて頑張っていきたいです。いろんな方からも励ましのお言葉とかいろいろといただいて、なんとか復帰できるようになりましたので、若干船券に絡むのは微妙なんですけども、まあ、レース場に来ていただいて応援していただいたり、船券を購入していただいたり、頑張る気持ちの、裏付けになる、ので、応援のほどよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、前田はいつもこんな感じになっていいですか。はい、じゃあかしがま、はい、ありがとうございます。